パブロ・マストローには、アルゼンチン出身の元アメリカ代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。イタリア系アルゼンチン人。センターバック、右サイド、センターハーフ、ディフェンシブハーフと、ディフェンシブなポジションならどこでもプレーできるユーティリティ性が魅力。守備力も高く、ピンチが拡大する前に相手を止めるプレーに引い出る。4歳の時。 出生地のアルゼンチンからアメリカ合衆国へ移住する。サンダーバード高校に通い、ノースカロライナ州立大学でプレーする。1998年の MLS カレージドラフトで、マイアミフュージョンに全体で13番目に指名され、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。プロ初年からセンターバックやボランチをこなし、その高いユーティリティ性を発揮して、2年目には、 レギュラーとして活躍する。マイアミフュージョンでは4シーズンプレーする。2001年に MLS ベストイレブンに選出される。2001年シーズン終了後、マイアミフュージョンは MLS から撤退をしたため、マストローニは2002の MLS 分配ドラフトでコロラドラピンツへ移籍する。2013年6月、トレードでロサンゼルスギャラクシーに加入し、 シーズン終了後に現役を引退した。2014年3月、コロラドラピッツの監督に就任した。2001年6月7日に、エクアドル戦で、米国代表初キャップを得る。2002年の日韓ワールドカップで、マストローニは開幕戦に出場、ベスト8躍進の礎となる。2005年1月10日、代表キャンプ中に、全治6から8週間の怪我をする。 2006年5月2日、再びアメリカ代表チームに選出される。2006年6月17日、ドイツワールドカップのイタリア戦において、マストローには前半にレッドカードを提示され退場。マストローには罰金3試合の出場停止処分を受ける。その結果、同大会ガーナ戦と2007年のコンカカーフ、ゴールドカップの最初の2試合を出場停止となる。 2007年2月7日、メキシコとの親善試合で、チームキャプテンに選ばれる。コロラドラピッツでチームメイトであった、木村康介からは、気持ちの入った選手だと称されている。レアルソルトレーク2021、ラピッツアクワイア、ドラフトピックインターナショナルスポット、フロム LA ギャラクシー4パブロ・マストラニーコロラド、 ラピッツ公式ウェブサイト2013年6月17日付、ハットコロラドラピッツレジェンドパブロ・マストラニー・リタイアーズ、コロラドラピッツ公式ウェブサイト2013年12月10日付、ハット、マストラニー・オフィシャリー・ネームドラピッツヘッドコーチコロラド。 ラピス公式ウェブサイト2014年3月9日付 HTTP コロンスラッシュスラッシュ ATHLETES.mcmedia.co.jp スラッシュウィンタースラッシュインタビュースラッシュアスリートレーレ語 HTML ありがとうございます。